こんな遠回りをしている暇はないんだ。この遊びはお子ちゃまには向いていないな。私は全てをかけてここに来た。そのためにどれだけの時間を無駄にしたと思っているんだ。そうだ、タランチュラを捕まえるために私は今日一日を、携帯をいじる時間も全てす、あっ逃がした。まあいいや。どうした？あちゃん、まず私は大きなミスを犯している。あちゃん、はしごをかけるのを忘れた。聞こえてない？あちゃん、出て。こんなことじゃなかったんだ、本当は。え？やっぱどうもりだよね、びっくりした。いや、何を絶望してる？どうもりだよね。さっきタランチュラはそこにいたんだ。タランチュラ？私は見たんだ、この目でな。タランチュラが地面を這う姿を。それなのに私はそれを逃してしまった。あんなに頑張ったのにさ。あのさ、どうもりでそんな一喜一憂しなくていいと思う。いや、やるからには1位になりたい。あーちゃん、どうもりだよ。中途半端なことをしたくないんだ。どうもりって癒しのゲームだからね、分かってる。こんなに仕事をしたのにも何の対価も得られない。いや、仕事のストレスを解消するためにのほほんと過ごすための癒しのゲームなの、きっと。動物の森って、借金の返済もしなきゃいけないし。いや、わかるよ、それみんなやってるなとは思ってるよ俺。なあ、動物の森なの、癒しなの、癒し。わざわざ来たのにさ、わざわざ来たのにさ、2000マイル貯めてさ、ここまで来たのにさ。2000マイルなんて現実ですぐ貯まるってね。そのために釣り竿だって全部斧だってさ、しょぼい斧じゃないやつに変えたんだよ。なんで急にそんなこだわり強いの？あちゃん、鈴木動物の森、もうこんなことじゃ意味がない。時間の無駄だ、私は帰る。食べていい？なんでどうもり、どうもりを頑張ってっていう。あつ森です、集まれ動物の森なんて。あつ森です。それはあつ森じゃん。あ、それは違います。それとこれとはまた話が違います。あつ森をなんで頑張ってるっていうだけでマウント取られなきゃいけないんですか？だったら俺は、ウークのためにやってるんだよ。なんで？ウークのためにあーちゃんはコツコツとマイル貯めたんだよ。なんでウークのためにやってくれたの？だって旦那さんを立てるのは嫁の仕事でしょ。え？どういうこと？あーちゃんはウークのためにタランチュラを見つけるの。ウークのタランチュラをあーちゃんが見つけたら、ウークがみんなから評価されるでしょう。だからあーちゃんは、シバユーの嫁はタランチュラを見つけた嫁だって評価されるってこと？そう。何を言っとるか。こうやってコツコツやるゲームってどっかでスイッチ切れたらもう一切やんなくなっちゃうのよ。うん。いや、めっちゃ没頭しとるやん。そのまま話し続けるかと思ったら、そのあーちゃんが集中してる時の口になってるやん。もう抜け出せない。いや、でも正直俺もちょっとやってみたけど、別になんかやっちゃうなって感じ。いや、本当にやっちゃう、どうしよう。なんかやっちゃうなっていう感じだよね。ね、ウークもやいし、協力してよ。いつもそうじゃん。引っ越しだってあーちゃんがさ、全部さ、物件探ししてさ、一人で物件回ってさ、いつもあーちゃんがそうやってさ、雑なとこ全部やってんだよ。ウークはさ、タランチュラを見つけるところだけやりたいんでしょ。ああ、よかった。え？ん？どっちの話？今の。え？今動物の森の話してますよね。この世界はもう動物の森と同じ。いや、物件ガチのリアルのトーンで言わないで。現実でやってる感じで言わないで。現実でもやってるでしょ。ゲームじゃんって。え？これは人生。夫婦も協力してだから。夫婦で協力するのが人生でしょ。うん。タランチュラ捕まえたくないの？捕まえたい。一緒にやろう。そっか、そうだよ。じゃあウー君、物件探しもやる。そう、あと家のローンだって返す。こうやってね、協力してやっていかないと、うん、人生の幅は広がらないの。ありがとう。ずっとさくらんぼがなる島、それだけでいいの？梨を育てたいでしょ。そうだね。人生いろんなことに挑戦していかなきゃいけない。そう。ごめんあーちゃん、俺目が覚めたよ。覚めた、うん、やっと目が覚めた。うん、わかる、大事さが。分かったよ。地道にコツコツ頑張ること。そう。あーちゃんの検索履歴見る？見るよ。
タランチュラ無人島、タランチュラ島、金鉱石あつ森、金鉱石値段あつ森、スコップあつ森、パチンコレシピあつ森、時間操作あつ森、鉄鉱石集め方あつ森、珍しい魚あつ森、集まれ動物の森、攻略内耳、内耳最後内耳。そしてツイッターの検索履歴、うん、無人島タランチュラ鉄鉱石30個。こんなことになったのは私は初めてだ。まあでもよかった、普通にあーちゃんがそのゲームにハマってるっていうのはちょっと親近感を覚えて嬉しくはある。俺は、うん、俺も協力する。一緒に頑張ろう。ちょっとは協力します、うん、でもあのあつ森でイライラすんのやめよう。いやわかるよ、なんかスマブラとかでレートバトルとかでめっちゃ負けたとかだったらあーくそーってなるけど、あつ森でそれはならんや。超働いたもん。働いてないんだよ。あとさあーちゃんさ、ジンベエザメとかさ釣り上げたじゃん、なんかでかいさ、うん、レアな魚、うん、それ売るのやめない。ライギョとかも売った。それ売るのやばい。ライギョ売るなや。あとさ、俺が釣ったさシュモクザメ家に飾ってあったじゃん、うん、それ売ったっしょ。売った。なんで売ったの。サメかっけえと思って飾ってんの。家にサメなんて飾ってても何の価値も生まれないよ。だったらまだ博物館、スリリングでいいじゃん。博物館に寄付した方がいい。博物館に寄付するためにじゃあ取っとけばいいじゃん、売らずに。なんで売ったら金にしかなんないんだよ。今は金を貯める時でしょ、わかる。そういうもん。20代っていうのはお金を稼がなきゃいけないの。私たちが老後楽して博物館にのんびりと行けるようになるためには今いっぱいお金を稼がなきゃいけないの。博物館に寄付することなんかも後回し、すべてお金を稼ぐとことこだけをこう考えるの。人生観が合わない。じゃあいいわ、別居しましょう。私はこの島を責任持ってやるから、あなたはもう一回一から違う島をスタートさせたらどう。いい、そのデータで新しい住人データを作って別のところにテントを張らせてもらいます。あーちゃん、あれ出るか。やろ。あーちゃんごめんね。ゲームだよ。全部ゲームだって言ったって頑張ってんの。さっきから全部ゲームなの。ローンとか別居とか全部ゲームなの。あーちゃん、じゃあ無人島移住しよう、現実で。いいよ。本当？マキのつくしと道明寺みたいにさ、やろうよ。いや、ダメだこの人、正気を失ってる。楽しみだな。タランチュラ捕まえよう。もうダメだ、もうおしまいだ。また説得します、もう切ります。ちゃんとね、はい、なになになに、ついに来ました、ついに来ました。なになに、タランチュラです。え、私とタランチュラの戦いが始まった。どうやったらいいの、怖いよ。ついに会ったんだね、タランチュラに。対決だ。いや、あそこにいる。どう、あ、これこれこれだよね。あああ。ねえ、気絶した。え、元に戻ったんだけど、待って。え、無理無理無理。いない。てかまずなんでうちにタランチュラがいるの、この島に。いや、いるんでしょ、とりあえず出てく気はする。え、待って待って、いなくなったよ、もう。いた、これはいた、これ。違う違う、これじゃない。あ、これは違う。タランチュラ。いや、なんであの罠張らんかったの。ねえ、タランチュラやって。タランチュラ、あ、ちょ、こっち、こっち、魚、それ魚。捕まえて。捕まえる。うん、行くよ、じゃあ捕まえるよ。うん、ね、ダメだったね、あーちゃん。もしかしてめっちゃへこんでる、あーちゃん。捕まえた、怖ぉ。え、なにこれ、しかも、うなぎ、全然ワカサギ。ねえねえ、トランチュラ、捕まえて。トランチュラ、あ、あ、ここへも、ということで、あーちゃんタランチュラとの、初戦負け。めちゃめちゃ攻撃してくるんだね、タランチュラって。タランチュラどうしよう。無理だった、普通に。タランチュラ捕まえて、まあ、しょうがない、戦いに負けたんだったらまあしょうがないよね。いや、なんかタランチュラはそのどうもりに無人の心意気いらない。タランチュラ捕まえてよ。人生は戦い。タランチュラ
いや、どうもりは、どうもりは戦いじゃないよ、確実に。どうもりだけは戦いじゃないよ。違う。タランチラ捕まえて。タランチラは？タランチラ、タランチラ捕まえて、タランチラ。あーちゃん、もう負けだ。あ、ごめん。はい、初戦敗退でーす。さよならー。